ということで朝になりました。今ね、朝の6時50分ぐらいで、7時からね朝食ありますので、朝食内容に関してはですね、昨日ねお見せした通りのね朝食もう一回いただくっていう形になりますんで、動画レポートはねしないわけなんですけども、ちょっとね今から行っていきたいと思います。今日ね16時までね、チェックアウト、レイトチェックアウトねいただいてますので、ひとまずね本日もゆっくりねしつつ観光ね行きたいと思います。ということで、ひとまずちゃちゃっとね朝食食べていきたいと思います。それでは今ね外に出てまいりました。で、本日はですね、ちょっとニューヨークは見えますかね。今日はね天気が悪いんです でですね、本当に今までこのニューヨークの滞在ね、ずっと天気が良くて1回も雨も雪もね当たってないんです。で、今日ね天気が悪いということで、なんと今日に限ってですね、もうニューヨーク滞在がね、最後迫ってるということで、今日はねヘリツアーなんですよ。前回ね2年前ニューヨーク来た時にヘリツアーね、利用させていただいて、非常に良くてですね、その時は夜だったんですよね。ですので今回はね昼間ということで、利用したかったんですけど、天気ねめちゃくちゃ良くないんで、もしかしたら飛ばないまであるかもしれないですね。そしたらね、もう天候だけは私にはどうしようもできないんで、ひとまずねヘリポートまで行きたいと思います。で、ヘリポートがね、昨日一昨日ぐらいに行った、スタテンアイランドフェリーのねそばということで、ひとまずね電車に乗って、南の方にね行きたいと思います。ということで、朝のニューヨークです。こんな感じになってます。いやー、朝からニューヨークは人がめちゃくちゃいますね。ということで、ちょっとね地下鉄探して電車乗っていきたいと思います。でですね、結構いろんな人からね質問いただいてるんですけども、 Apple Pay ってあるじゃないですか、iPhone でね支払う方法の、あれで地下鉄が乗れるんですかって結構聞かれるんで、今日はね Apple Pay で乗車しようと思います。日本のねタッチ決済のクレジットカードを対応しているものであれば、基本的に今の地下鉄ね利用することできるんですけども、ちょっとね Apple Pay 自体私やってないんで、今回ね Apple Pay で利用してみていきたいと思います。ということで、地下鉄探しましょう。それではね地下鉄乗っていきたいと思います。いやね、10時の回に予約して10時だと思ってたらですね、多分これ確定した時に時間変わったっぽいですね。9時半ということで、あと45分しかないです。やばい。ひとまずね急いで地下鉄乗って南下していきたいと思います。間に合うかな。間に合わなかった時はね、笑っていただくしかないですね。ということで行きましょう。それではね入ってきました。ちょっとねビザタッチじゃなくてApple Pay ね、後で試しますね。ちょっと今はねヘリツアーね一応お金払って手配してるんで、間に合わないとねもったいないんで、ひとまず急いで行きたいと思います。さあ間に合うか。あと2分でサウスヘリ行きが来ますね。今日はニューヨークは月曜日ということで、普通にこの時間は混んでるんですかね。こんだけ日付あって、まさかヘリツアー手配してる日だけ天気が悪いとか、完全持ってるとしか言いようがないですね ということで、電車に乗ってねサウスウェリー一番ね南の方のところまでね行きたいと思います。電車来ました。ニューヨークにはね電車を並ぶっていうねあれはなさそうですね。私が並んでてもガンガン前入ってきますんで すごいですよね。日本の整列乗車とかね本当にすごい では乗っていきたいと思います。ということで、今私はですねブルックリンのここね、なんていうところだっけな、ハイアットストリートっていうところにいます。なんでこんなところにいるんだっていう話なんですけど いや、お恥ずかしいことにですね、来た電車は、1番線に乗りたかったんですね。で、1番線に乗ったと思い込んでたら、乗ってたのはね、2番、3番線で、気づいたらね、もうブルックリンの方にいてですね、いや、着かないなと思ってたら、ブルックリンにいました。ということで、時間的にはね、まだ間に合うかもしれないんですけど、十中八九ね、間に合わないと思いますけども、ひとまずね、最高会社のところまでは行きたいと思います、走ってね。ひとまずここはブルックリンの方まで来ちゃってるんで、
とまずマンハッタンの方まで行ってちょっと走ってね、あの会社の方を伺って、まあダメそうだったら、まあ、今回諦めるという感じになりそうです。いや乗ってる電車が間違ってるとはね。いや電光掲示板で1番線っていう表示は見たんですよ。ですんでその後に来る電車だったのか、その前に行ってた電車なのかちょっと分かんないんですけども、やってしまいました。いやちゃんと確認しなきゃダメですね。時間もそうですけども、いや9時半っていうのも私10時だと思ってたんで、まあ余裕だなと思ってたんですけど、それも30分早まってて、いややってしまいました。ということで、あとね 2,3 分で電車マンハッタン方面のね来るそうなんで、それ乗ってねマンハッタン戻って走りたいと思います。では今ね9時21分です。予約してるのは9時30分で、まだマンハッタンの駅についてないです。さあ果たして間に合うでしょうか。おそらく、まあ、でもね一晩でフルダッシュしますんで、とりあえず間に合うかやってみます。着きました、走ります。ピックアップタイムの9時半になりました。さあどうでしょうか。31分なりました。ということでなんと間に合いました。いやーよかった。マスクしましょう。どうやら今日飛ぶそうですね。天気はそんなに良くないですけど、いやありがたい限りです。いやめちゃくちゃ疲れた。でも店員さんはね非常に親切で、ここで待っとけよみたいな感じでしたねまあ無事乗れれば何の問題もないですね。いや本当にもう間に合わないと思ってました。ウォールストリートの駅からここまでがね近くて本当に助かりましたね。ひとまずちょっと息を整えて待ちたいと思います。非常にね汗だくで申し訳ないんですけど、今ねライフジャケットを着させていただいて、あのさすがにねロンティーと T シャツで乗るのはね寒いだろうなと思って着たら、まためちゃくちゃ暑いですね。もうしょうがないんですけど汗だくで乗車となりますいやまあとりあえず本当に間に合ってよかったですね。ここら辺で待ちたいと思います。こちらねヘリバージョンの機内安全ビデオですね。いやこれはいい。これね前乗った時なくてね全然わけわからなかったんですよね。結局添乗員の方やってくれましたんでよかったんですけど、これね流れるの非常にありがたいですね。特にシートベルトの付け方と外し方、ね、見といた方がいいですね。Simply remove the tab and lift up on the red lever. Should you need your life vest, wait until the aircraft has come to a complete stop.では搭乗となります。5人で出発なんですかね。前回はめちゃくちゃ多かったんですけど、8人、いや6人ぐらいだったな。いや絶対こんなに少なくなかったということで、はい乗ります。いやすごい。うわすごい。写真撮影があるそうです。いやすごい素敵ですね。
いや非常に良かったですね。めっちゃ良かったです。Thank you。ということで今ね外に出てまいりました。まあ、こちらがね、まあ、行きねすごいバタバタでお見せできなかったと思うんですけども、こちらがヘリポートといった形になります。で私がね今回利用させていただいたのは、日中のツアーで、10分15分あのフライトツアーっていう時間がね10分15分のフライトツアーっていうものになります。これね時間帯によって値段が変わるっていった形になってまして、私は一番短いのをね利用したんですけども、結構長かった気がするんですけど、まあちょっとあの正確には時間計ってないんでね何とも言えないんですけども、ちょっと長かった気がしますね。でここマンハッタンのね南側で、まあ私ねウォールストリートから走ってきましたけど、地下鉄でニューヨークのね地下鉄でアクセスできるということで非常にね利用しやすいです。というのもここね多分あれをやってないんですよね、ナイトツアーの方はこっちやってないと思うんですよ。なあの夜のねヘリツアーってあのニュージャージーのねリンデン駅、前私動画で出しましたけども結構遠いんですよ。で乗り換えたり、乗り換えはいらなかったかな、まあ、とりあえずねニュージャージーの方まで行かなきゃいけないんで、でその結構ねあのローカルな駅に車で迎えに来てもらってヘリポートから、まあ、行くみたいな、そんな感じなんですよね。でここはマンハッタン内にあって、しかもね地下鉄でアクセスできるということで非常に利用しやすいので、まあ、個人的にはね夜の夜景ツアーも非常に良かったんですけども、こちらもねかなりおすすめです。で今回ね10分15分のヘリツアーで、まあ、日本円でベルトラっていうねあの旅行会社を経由して、まあ、今回予約させていただきましたけども、それで2万1000円ぐらいだったかな、まあ、そんなに高くなかったんでね良かったんじゃないかなと思います。夜景のヘリいくらだったかちょっと覚えてないんですけども、まあここより今回のねやつよりかは高かったと思います。いやー本当にね間に合って良かったのとめちゃくちゃ良かったですね。でそうですね、私は運がいいことに、まあ、1人だったこともあってね運転手の隣であの見ることができて非常にありがたかったです。またあのこれもね運みたいなんですけども座席配列ね、今回私前に1人座って、4人の方が後ろに22で座ってたっていう感じですね。まあ、あの真ん中の席になるっていうのはねこれはなさそうですね。5人乗りあの運転手さん含めないで5人乗りなんで真ん中になるってことはなさそうなんで、なんかよく見えないみたいなねそういったことはなさそうですねっていうのも含めてね、いや本当にねめちゃくちゃ良かったです。本当にねお見苦しい姿をねお見せしまって申し訳ないんですけども、まあ、ひとまず無事ねヘリツアー入れましたんで良かったです。まあ、ちょっと晴れなかったのはね残念だったんですけども、いや感想としましては本当にめちゃくちゃ良かったですね。いやーニューヨークのヘリツアーいいな、ちょっと怖いですけどね。とりあえず、ね、めっちゃ喉乾きましたねそしてめっちゃ汗かきましたね。あでも間に合って良かったです。今ね何時だろう、10時ぐらいかな、いやいや11時ぐらいか、あまだ10時半ですね、はあ、まだ全然今日ね16時までねレートチェックアウト利用することができますんで、どうしましょうかね。いや今日天気が良かったらもう一回エッジに行きたいなと思ったり、エンパイアステートビルをね昼間最上階のねリニューアルされたところね皆さんにお見せできたらなとか思ってたんですよ。今日最終日で結構最終日に持ってきていた部分もあったんですけど、いやねエンパイアステートビル、ワンワールドトレードセンターもう行きたいところ全部ね天気が良くないとねあんまりお見せしても綺麗じゃないんですよ。今日のヘリツアーはまだ綺麗でしたけど、これがねちょっとあれですね予定をだいぶこれやろうあれやろうみたいなのがちょっと今考えますね。ということなんでひとまずちょっと休憩したいですね。スタバでもあったらスタバ入りたいと思います。あー疲れた。ということでちょっとねスタバ探して入っていきたいと思います。ここはサウスフェリー、もうちょっと奥まで行ってスタバ入りましょう。それではですね今ねウォール街のそばの、この前のね牛さんがいたところの近くのねこちらフレーバーズ、ちょっと発音合ってるか分かんないですけどフレーバーズっていうね、ここはオーガニックのお店なのかな、分かんない、あでもそうでもないのかな、まあ、とりあえずここのコーヒーいただきました。とりあえずちょっとね
いろいろ走って疲れちゃったんで休憩ということで、これからねどうしようかっていうのもちょっと考えなきゃいけないという感じです。うん、コーヒー美味しい。すげえなみなみ入ってるなここは珍しくね、ちゃんとアルコールジェルとかはね、あのレジのところに置いてあっていいですね。本当にねこういう時期なのにこういうのはねマジで少ないニューヨーク。正直なんかこんな風になって、おしぼりのサービスとかね、まあ元々ニューヨークはないんですけど、それあるのかなとか、その高級ホテルだったらアルコールスプレーとかアルコールジェルとか置かれるとか、まあそういうのはねあんのかなと思ってたんですけど、全くないですね。なんかこのフレーバーズは置いてありますけど、まあこれ元々あったのかなって思うぐらい、まあほとんどのお店でね、あのわざわざ置いたっていうのはねないですね。だから日本の商業施設とか、まあ、駅とかも全部そうですけど、どこでもアルコール消毒スプレー置いてあるじゃないですか。やっぱりあれすごいですよね。あれだって絶対コストがかかるもんなんで、無料でね提供できるものじゃないんで、やはりねニューヨークに来てさらにね日本のサービスの質の高さがね分かってきますよね。いやー困ったな。本当になんか天気が悪いとね楽しめる場所も楽しめないんで、まあ、とりあえずエンパイアステートビルとエッジに行くっていうのはひとまずなしかなと思ってて、あの展望台が多分ね こんな感じだと多分曇ってて多分何も見えない綺麗とか綺麗じゃないとか多分ないと思うんで、うん、困りましたね。まあお昼はねちょっと今日もうニューヨークね最後、あの日中午前の今日最後になりますんで、お昼はねちょっと有名なものを食べたいなと思ってるんですけど、有名なものかもしくはあのすごいローカルなねニューヨークの人でしかなかなか知らないようなねお店行くか、どっちか行きたいなと思ってて、どうしようかな。でも今日の夜どうしようかなとかいろいろ考えてるとあれなんで、ひとまず今日はとりあえずあれですね、プラダを着た悪魔の本社ビル見に行ってみましょうか。はい、まさかの最終日に映画のロケ地を巡るっていうね。いやーちょっとエンパイアステートビルのね展望台のリニューアルされた昼間バージョンね見たかったんですけど、いや最終日にしなきゃよかったな本当にこのニューヨークの滞在めっちゃ天気良かったんで、今日にしなかったら全然行けたのに、まさか今日になってこうなると思ってなかったですね。これすげえ飲みづれえな。あ、こういうことか。はい、ということでそうしましょう。とりあえずそれを見に行ってお昼を食べて、お昼を買ってホテルで食べますかね、せっかくのスイートルームなんでね。はい、であれしましょうか、チェックアウトね準備していきたいと思います。まあある程度パッキングしてるんですけど、あんまりね時間カツカツにやるとねこの前みたいなこと起きますんで、それではプラダを着た悪魔の本社ビル見に行きましょうか。それではですね、なんとだいぶ晴れてきましたということで、いやこれエッジ綺麗に見えるんじゃないですかね。ということで私もね行ったことがないエッジの観光展望台行きたいと思います。いや私がね登ったクライムチケットだとあれだったんですよね、観光チケット代も入ってたんですけど、私のチェックアウトの時間でね残念ながら登れなかったので改めてね登りたいと思います。ということで地下鉄でね35丁目ハドソンヤードまでね行って登りたいと思います。多分ね今見えますかね、あー飛んじゃって見えないかな。今ねだいぶさっきまで本当に暗かったんですよね。ですんで雲多くて微妙かなと思ったんですけど、今ねだいぶ明るくなってちょこちょこね日も差すようになってきましたんで、はい、ということでエッジ観光台行きたいと思います。ちょっとねヘリツアーの関係で今日は GoPro なんでちょっとね画質落ちてしまうかもしれないんですけども行きたいと思います。それではね地下鉄に乗っていきましょう。ちょっとねいろんな方からね質問があった Apple Pay を利用していきたいと思います。ちょっと地下鉄探しますね。今地下鉄の前にいるんですけど、この電車で合ってたっけな。大丈夫ですね、これでアップタウンまで行って
乗り換えましょう。アップタウン OK。でどうなんでしょうね、 Apple Pay って使えるのかな海外で。いや普通にあのビザタッチではなくてですね、普通の Apple Pay 使ってみたいと思います。なんで私の今入ってる Apple Pay でクレジットカードなの、これでいきますね。セゾンアメックスゴールドですね。これでちょっと Apple Pay でいけるかやってみます。それではですね、セゾンアメックスゴールドでちょっと行ってみたいと思います。行きます。あ、ダメですね。あ、行けた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 、あ、行けた行けた行けた行けました行けましたね。ということで、Apple Pay でも行けますということなんで、クレジットカードをね、Apple Pay 入れとけばですね、普通にね、Apple Pay でね、通過することができますね。まあとはいえ、私の動画で何回も言ってると思うんですけど、ニューヨークの地下鉄はね、7日間の乗り放題パスを買った方が安いです。ですけども、まあ急いでる時とかね、そういう時にはこの方法ね、かなりいいんじゃないかなと思います。ということで、ちょうど電車も来ましたので、乗っていきたいと思います。そういうことで乗りました。20分ぐらいですね、揺られていきたいと思います。今日はね、月曜日ということで結構ね、乗られてる方多いですね。ではしばらく揺られたいと思います。それではですね、先日の、グランドセントラルっていうザ・サミット、ガラス張りのね、ありましたよね。あそこの入り口の駅、グランドセントラルで乗り換えてですね、今ハドソンヤードっていう、こちらね、34丁目の駅に到着いたしました。それはね、エッジの方向かっていきたいんですけど、この駅もね、私がちょうど2年前ニューヨーク来た時にできたばかりぐらいで、非常に綺麗なんですよね。まあ非常に綺麗って言っても、まあ日本の駅のレベルだと日本の駅が綺麗すぎてそんなに綺麗さないかもしれないんですけど、まあ、こういった感じのね、駅構内になってます。これニューヨークの中で、ね、かなり綺麗な方だと思います。ということで、ちょっとね、私は外に出ないとね、相変わらずニューヨークのね、方向感覚わかんないんで、ひとまずね、外出たいと思います。とりあえず2回目の H、 いやちょっともったいないですけども、まあしょうがないですね。コンラとニューヨークがレイトチェックアウトが1時までしかできないともう予想してなかったんで。でこの7番線っていうのはね、すごい地下を走ってるのか、すごいですね、すごい、めっちゃ長い、すごいですね。これ今エスカレーター乗ってるんですけど、すごい長い、ちょっと振り向くとちょっと怖いまである。とりあえずね、地上に上がって、エッジの、ね、入り口探したいと思います。まあさすがに今ね、まだ11時過ぎでレイトチェックアウト16時なんで、あ、今12時ですね。まああと4時間あるんで、さすがにね、今から入って、まあ、ちょっと行ってみないと分かんないですけどね、うん、すぐ入れればね、多分余裕だと思いますんで、すぐ入れなかったらですね、ちょっと考えますせっかくハドソンヤードに来たのに。まあまあまあ、こればっかりはね、今日月曜なんでね、さすがに昨日おとといに比べたら混み具合はね、そんなにないと思うんですけど、まあね、エッジもまだできて、ニューヨークの観光施設の中ではまだ新しい方なんで、もしかしたらね、ワンチャンあるかもしれないです、すぐ入れないみたいなね。まあこういう時期だすんでね、もしかしたら人数制限とかもされてんのかな、ちょっとされてるかどうか分かんないですけど、てかもう12時なんですね、早い。ひとまず行ってから考えたいと思います。まあできればね、皆さんにエッジからのね、景色もお見せしたいんですよね。まあ多分ね、日本に住んでる方でね、このエッジの観光、観光展望台か、展望台からの景色ね、見られてる方少ないと思いますんでね。はい、ということで外に出ました。あ、あっちですね。あ、ちょうどいい、ハドソンヤードのど真ん中です。いやーすごいですよね、ここ。僕は初めて来た頃とかには何にもなかったところですからね。だからここ5年とか4年とか5年ぐらいか、全部できたんですよ、ここら辺のビルが。
そう考えるとニューヨークって本当にすごいですよね。来るたんびになんか新しい観光スポットができているイメージですね。ということでザ・ショップありました。ひとまず4階に行ってすぐ入れるかどうか見てみたいと思います。あのね、ロックフェラーセンターとかの展望台とかはねダメなんですよ。行ってチケット買うとこの時間帯にしか入れませんみたいな。まああそこもね、人数制限をちゃんとやってるのか。まあ展望台まあまあ広いんですけどね、まあそういう、まあそれは対策とかじゃなくてもう昔からそうなんで、まあひとまず行ってみたいと思います。このねビルの4階にエッジの入り口ありますんでね、では行きたいと思います。ということで無事ね入場できました。でここの施設、まあほとんどの施設そうだと思うんですけど、ワクチンパスポートがね必要になりますんで、ワクチンパスポートはねやはりあのパスポートと同じようにね持っといた方がいいかもしれないですね。一応ね金属探知機がねセンサーありますけど、本当に簡易的なやつ。他の施設も変わってるんですかね、こんな感じでピッピ鳴るか鳴らないか、そんな感じですね。いや良かった、すぐ入れて。ちょっとすぐ入れなかったらね、また行動を考えなきゃいけないところだったんですけど、良かったです。もうねここもやっぱりできたばっかりなんで、去年の6月とかですよね、これ H ができたのは確か。こうあれですね、ニューヨークのあるあるの観光スポットで写真を撮るっていうね、で写真撮って後で購入できますよみたいな、そういうやつですね。ここねパスさせてくれるのありがたいですね。エンパイアステートビルとかねパスさせてくんないんで、列がねそれで伸びたりするんですけど、ここは大丈夫ですね。いやー暗いですね。ちょっと画像悪いかもしれないですけど、いやいいですね。どうでしょうか、こんな入り口から入ります。これはあれですね、エッジができた歴史的な話が書いてあるのかな、ちょっと分かんないですけども、こんな感じの入り口で、いや非常に面白い。あ、何これ、どうなってる、あ、これ全部プロジェクションマッピングみたいな感じですね。全部壁に映し出されてるんですね。触りそうになっちゃいましたけど、で、センキュー。ここからエレベーターに乗る感じですね。ここハドソンヤードの案内が、案内っていうかインフォメーション的な。いやー残念ですね。ここも後で、ま、回りましょう、まだ行ってないんで。もう上がれなくなっちゃいましたけど、下のところだけは見れるそうなんでね、せっかくなんで後で軽く行って帰りましょうかね。すごいですねこのデザインも。いやこうやって見るとめちゃくちゃ素敵だな。また登れる日が来るといいですね。なんかこうやって見ると上がれそうな感じなんですけど、まあ一昨日ぐらいに聞いた時にダメだって言ってたんで、多分ダメだと思いますね。それではエレベーター乗り込みます。いやめっちゃ素敵ですね。ここが展望台なんですね。ひとまず外を出ましょう。
やもうこの展望台もねめっちゃクリスマスですね。もうどこもクリスマスイルミネーションががっつりかかってますね。こういった感じですごいクリスマスですね。ひとまず外、そうそう、ここねカフェ、そうここねカフェとかねそういうのも併設されてるんで、まああのこういったところでね休憩するみたいな、そういったのもねありじゃないかなと思います。外がどっちか分かんない、あっちかな。マスクはしてくださいって書いてありますね。マスクはしなくても顔を覆えみたいな感じのことを書いてます。あ、スカイデッキがありますね。あれ、あ、いいのかな。外の出口が一つにまとめられてるっぽいですね。あ、風めちゃくちゃ強い。これ見えます？外の人たちめっちゃ風吹いてる。あ、ちょっとあれですね、ちょっと気合い入れていかなきゃいけないですね。では行ってきます。多分ねボーボー入っちゃうと思うんでご了承ください。いや、すごそう。いや、いろんなもんが飛んできそう。おお、すげー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 。いやいや、すごいですね。いや、でも微妙に景色がまだ見える。こうマスク外さないと飛んできそうだな。まあ外だからいいでしょう、外しちゃいましょう。ちょっとマスク飛んでなくなるとね困るんです、買いを持ってないんで。はい、ということで行きましょう。いやー、もうちょっと晴れてほしい。こんな感じです。どうでしょうか皆さん。これがねエッジの観光展望台、あ、エッジのね展望台です。ちょっとねちょっと待ってくださいね。こんな感じです。まあちょっと曇ってますけども、どうですかね、肉眼だと結構見えるんですけど、いや、めちゃくちゃ綺麗です。でね、ここ鏡になってて、あ、鏡じゃない、窓になってて、ちょっとね隙間があるんで、ここの間からね、まあ、ちょっと私のは GoPro なんで厳しいかもしれないですけど、ここからねカメラのレンズ、スマホとかだったら結構いけるんじゃないでしょうか。いや、でもいいですね、新しい観光台、新しい展望台っていうのはいいですね。ちょっとあの先頭の方にね今並んでますんで、ちょっとこう並びたいと思います。せっかくなんでね写真を撮りたい。こういった感じでね、あの尖ってるんですよね展望台が。ですんでここね皆さん並んで写真を撮られてます。ちょっと私もね撮りたいです。ということで先端まで来ました。こんな感じです。いかがでしょうか。いやね、ちょっと皆さん並んでるんでね、ちゃちゃっと撮っていきたいと思います。いや、すごいですね。でもこっち側から見るとそんなでもないんですよねあの自撮りの方が映えるかもしれないですね。ということで戻ってまいりました。あとね、ここ分かります？はい、下がねガラス張りになってるんですよ。この前ねクライミングエッジしたのは多分あそこなんですよね。あそこに登ってポーズを取ったと。まあちょっともう画像出てるかどうかわかんないですけど、ほとんどね私映ってなかったですねまあやったのは間違いないんですけど。で、あそこ、まああそこもまあまあ怖かったんですけど、いや私としてはねこっちの方がはるかに怖いですねいや、これ怖いな、これは怖い、これは怖いですね。いや、これは怖いな。いや、これの方が全然怖いですね。もう捕まるところ何にもないんで、なんかガラスが抜けたらとかね考えてしまうと本当にめちゃくちゃ怖い。これは新しいですね。しかもなんかもうちょっとこれがあるの知ってて、もうちょっとちっちゃいのかと思ったら結構大きいですね。いやー、怖い。いや、これはぜひ自撮りね、こんな感じですかね。いや、座った方がいいのかな、皆さん座ってるんですよね。はい、こんな感じでしょうかね。いやー、男一人のこのおじさんがここで自撮りしても何にも映えないですけど楽しいです。ではちょっとね上の方行きたいと思います。それではですね、このエッジの展望台にはこういったね、あの座る場所もあって、まあ、休んでね、また反対側から皆さんねカメラ向けてるの見えてると思うんですけども、こちら側からもですね景色を楽しむことができます。ちょっと私もね行ってみましょう。いや、もう風が強すぎてやばいですね。ということで上に上がるとねこんな感じになります。まあ、今日ね GoPro で来といてよかったですね。これは一眼レフなんて全然無理ですね。
よかった逆に。今ねここね中段らへんにいるんですけど、もう一個ね上の段まで行きたいと思います。ちょっと手伸ばしたら結構綺麗に見えるかな。これがねマックスに手伸ばした感じですね。どうでしょうか。いやでもエンパイアステートビルとかクライスラービルとかワンワールドトレードセンターとかね結構綺麗に見えますんで、ここ天気もっと良かったらマジで超いいんじゃないですか。ではね最上階、まあ、最上階って言っても、まあ、階段数段なんですけど、やはりみんなここでね写真撮ってますね。あここね全然風受けないですね。あすごい、セントラルパークも見えてますかね。レンズ越しだとちょっとかぶってるかもしれないですけど、いいですね、めっちゃ見える。はい、ということで今ね展望台の階段の一番上ですね。ちょっと逆光気味で見づらいかもしれないんですけども、エッジのね展望台からの一番上からね見るとこんな感じになります。いや逆にちょっと逆光で見づらいかもしれないですけども、太陽がね出て非常に綺麗になっております。でそのまま左側に行くとねマンハッタン結構全体が見えていいですね本当に。ちょっとワンワールドトレードセンターがねまだねあの雲っていうか霧に隠れて見えないですけども、はい、ということでエッジの展望台でした。それではね出たいと思います。いや非常に良かったですね。ぜひ皆さんも来てみてください。40ドルぐらいですかねここの展望台だけで、まあまあしますけども、ニューヨークの思い出にぜひ。それはね出たいと思います。ということで終わりました。降りる時もねこういった感じで、いやー面白い、うわーすげえ、うわーすごい、これは面白いですね。帰りのエレベーターも注目しといた方がいいですね。びっくりしましたね。お Thank you.それはね、出口に向かって、ベッセルね、ちょっと前にクライム時登って見れなかったんでそこだけ軽く見て帰りたいと思います。多分ね上に登れないんで1階部分だけね見れるんですけども、かなりの人がねいらっしゃると思います。で出口に来るとこういった感じであれですね、お土産屋さんを通って外に出る感じです。ですね、まあ、上のところでねお土産買いそびれた人はここで買ってもいいかもしれないですね。ということで外に出ましょう。ここザ・ショップっていうねあのビルの中にこのエッジの入り口あるんですけども、めちゃくちゃクリスマスなんですよ。でこのエッジのね入り口の隣にシェイクシャックがあります。でこの奥の左奥にねお手洗いとかもあるんで、まあ、お手洗いスポットとして利用するのもいいんじゃないかなと思います。でマグノリアベーカリーもできるらしいですね、オープンするって書いてあるんで、もうちょっとで出来上がるんでないでしょうか。いやすごいすごいクリスマスですよね。このエスカレーターとか、このエスカレーターとか本当にすごいですよ。こっからの眺めめっちゃクリスマスです。いや綺麗でいいですね。私はエスカレーターで下ってますけども、エレベーターもね端っこに行けばあります。あここザラですね、右側でバナナパブリックとか入ってますね。まあ1階にはね高級ブランド店も入ってるし、キールズとかも入ってますね。いやすごい、めちゃくちゃ入ってますね。これ何ショップ入ってんだっけな、結構なね数のねショップ入ってるんですよこのビルも。そうそう、なんかの時にねここのね詳しい話を聞いて、その時にねすごいここで雇用が生まれてるっていう話をね、何の時だったかなちょっと覚えてないですけど教えてもらったんですよね。まあ5番街に行かなくてもほとんどのブランドショップとか
ここに入ってるんじゃないですかね。こと足りてしまうんじゃないでしょうか。とか言ったらあれかもしれないですけど。ではベッセルに向かいましょう。あれなんですね、多分この右側はオフィスビルなんですね。ここはあのベッセルとかのね、このザ・ショップのね入り口にもなってるんですけど、ちょうどいい時間帯ですかね。お昼買ってホテルで食べてそのままチェックアウトって感じで行きましょうかね。いやあっという間ですね、時間が経つのは本当に。ということで外に出ました。あー、暖かくなってきてますね。今日ね16度。すごいですよね。多分フェーン現象かなんかだと思うんですけど、16度まで気温上がるらしいんでね、めちゃくちゃ暖かいですよね。風がねここも強いんでね、音声が大丈夫かちょっと心配ですね。今ねベッセルに向かって歩いてます。ハドソンヤードの前にねできているこのベッセルですね。いやーでかい。やはりこの前ねお話しした通り、あれですね、上の階段は登れなくなってますね。1階のところだけオープンパブリックみたいな感じで観光できると、まあかなりのね人がいると思うんで、はい、ちょっと見るだけ見て帰りましょうかね。入り口は決まってんのかな。 This is not entrance って書いてあります。エントランスは違う、反対側かな。いや本当残念としか言いようがないですよね。なんか必要なのかな。 You're by yourself? Go ahead. Thank you。 やっぱりね入場規制してるみたいですね。ということで来ました。ちょっとねお見せしたい映像はこれだったんです。どうでしょうか、座った方がいいかな。はい、すごいですよね、こういった形で、階段になっていると。でね皆さんねここにスマートフォンを置いて撮影するとね、綺麗に撮れるそうなんで、皆さんここにスマホを置いてタイマーを使って撮ると、まあ、こういった形で皆さんねここで写真を撮ってます。まあ、ちょっとこんな感じです。いやあんまり分かんないな。まあこういった形で皆さんねこのところにねカメラを置いて写真を撮ってます。まあ、もしね来られる方はぜひやってみてください。 Happy holiday. Thank you for coming. Thank you. びっくりした、声かけられたから何かと思ったら普通に俺を言われるっていうね。ということでお昼を買ってホテルに戻りましょう。ザ・エッジ本当に良かったですね。でこのベッセルも良かったです。また上にね階段で登れるようになることをね祈るばかりですね。まあ、ちょっと残念ではありますけどもしょうがないですね。それでは私は42丁目なんでこっちの方からお昼をゲットしつつホテル戻りたいと思います。いやめっちゃ暖かくなってきた。いや本当にめっちゃ暖かい。とりあえずコート脱ぎます。ではテクテク歩いてお昼ゲットしてホテル戻りましょう。それはですね今ね私はウエスト37丁目あたりにいて、今ねこちらにカフェがあるんですけども、この向かいにねコードヤードバイマリオットがありますね。でこちらはですね、まあ、あのニューヨークのね結構あの細かいね話になっちゃうんですけど、ニューヨークの YouTuber の人がおすすめしてたね、5ドルの、チキン&ライスビーンズっていうね、そちらは美味しいということで、今回ねあのもうそろそろ、ね、滞在が終わるということで今回ね食べたくてこちらに来ました。まあ これはねあんまり皆さんに役に立たない、役に立たないっていうかね、いい情報にはならないかもしれないですけども、ニューヨークの滞在も終わるということで食べたくて来ました。ということで、5ドルでね買えるそうなんでちょっと行ってきたいと思います。中はねこんな感じなんですけど並んでますね。かなり人気なのかもしれないですね。ということでちょっとね並んで買いたいと思います。お店はねこんな感じになってます。アクリオカフェっていうのは読み方がわからないですね。
それでは無事ねゲットできました。いやねちょっと何言ってるかも全然分かんなかったんですけど、ひとまずねチキンライス&ビーンズって言ってなんとか通じましたね。隣のね男性の方が、ね、私の拙い英語をですね言い直してくれてるっていう、ね、ありがたい感じですね。まあ、最終的にはねちょっと画像を見せてこれこれみたいな感じで注文しました。チキンライス&ビーンズで合ってると思うんですけど、まあ、発音ですよね。いや恥ずかしい限りということでホテル戻りましょうかね。今37丁目で、42丁目にホテルがあるんでね、ということでホテル戻っていただきたいと思います。いやめちゃくちゃ嬉しいです。てかねこれ5ドルなんですけどめちゃくちゃ重いすごい腹パンになりそうですね。ではホテル戻りたいと思います。それではね客室に戻ってまいりました。チキンライス&ビーンズですね、いただきたいと思います。いやねちょっとねこれはね、ま、本当に食べたくて日本で YouTube その方のを見てからどんな感じなんだろうっていうのはね、しかも5ドルなんで、ね、結構ニューヨークにしてはね破格ですよね。まあ、コーヒー一杯が5ドルで済まないこともありますからねでそれではですねこんな感じになってます。いやー美味しそうですね。どうでしょうか。はい、ちょっと汁が垂れそうなんであんまり傾けられないんですけども、写真をここら辺に出しておきますね。はい、ということでいただきましょう。めっちゃ美味しそう。そしてこの日はめっちゃ暑いいや今日がねあったかすぎるんですよね。16度ですからね、ニューヨークで。どんな感じなんですかね。チキンがめちゃくちゃでかい。ではご飯からいただきましょうかね。はい、いただきます。あ、これ美味しいこのボリュームで5ドルはやばいですね。節約系で来られたい方はマジでおすすめですね。じゃあチキンもいただいちゃいましょうか。わ、これチキンもホロホロなんじゃないですか。これすごい、ちょっと掴みづらい。はい、チキンです。でかい、これが3つ入ってますからね。いただきます。うん、あ、これめちゃくちゃうまい。これめちゃくちゃうまいですね。うん、味はなんて言っていいか分かんないですけど、チキンホロホロでめちゃくちゃうまいです。あ、これはいいですね。これが5ドルって信じられないですね。5人ぐらい並んでたんですよね。並んでる理由が分かりますね。これで5ドルだったらめっちゃいいと思います。しかもちょっと見えますかね、これ上の方にチキンと豆乗ってて、ご飯ね端っこに米があるじゃなくて全体的に米がある上にビーンズとチキンが乗ってるんで、これやばいですね。めちゃくちゃお腹いっぱいになりそうというか食べきれなさそうですね。アルミホイルの入れ物に入れてくれてるんで、買ってからねもう10分以上経って15分ぐらい経ってると思うんですけど、まだ熱々です。めちゃくちゃ美味しい。ぜひニューヨークで来られる方で、これはね別に節約じゃなくてもぜひ食べてみてほしいですね。はい、概要欄にお店の情報ね概要欄に載せておきますんで、キャッシュオンリーなんでねカードは使えないんで、その点だけねご注意ください。ということでめちゃくちゃ美味しいです。ひとまずこれ食べれるところまで食べて、チェックアウトがね16時までということで、今ね1時半なんでまあちょうどいいですかね。ちょっと客室でゆっくりしつつパッキングしてね、チェックアウトねしていきたいと思います。ということで3時を過ぎましたので、そろそろねチェックアウトしていきたいなと思います。今回ですねチャトワルラグジュアリーコレクションホテルですね、こちらカテゴリー8のホテルですね、2泊ねお世話になりましたけども、皆さんねぜひ2年前にね宿泊させていただいたリッツカールトンニューヨークセントラルパークですね、で今回の滞在で入っているセントレディスで、今回宿泊させていただいたチャトワル、こちらね全部ラグジュアリー、こちら全部ねカテゴリー8のホテルっていう風になっておりますので、皆さんどれが一番良かったですかね。私個人的にはですね、まあ、リッツカールトンとセントレディスがねやっぱり群を抜いてねサービス良かったかなっていうふうに思います。まあホテルのね綺麗さとか、まあ客室の広さもねそうですけども、やはりねセントレディスが良かったですかね。まあリッツカールトンもね良かったんですけども、まあ、リッツカールトンはねマリオットボンベのプラチナ生活持ってても朝食も何もつかないんで、本当に利用できる特典っていうのは
レイトチェックアウトぐらいなんですよね。まあもちろん客室のアップグレードはねありますけども、まあそれもねあるかどうかっていうのは当日まで分かりませんし、またねスイートナイトアワードをリッツカールトンをね使うことができませんので、まあ、そうなってくるとですね、まあ、全体的なサービスを利用しやすいのはねやはりセントレディスだったかなっていうところですかね。まあ、今回のねニューヨーク滞在で、まあ、ほとんどのねラグジュアリー系のホテルはねあのマリオットね全て宿泊させていただきましたけども、個人的にはねそうですねナンバーワンはやっぱりセントレディスですかね。そこが一番良かったかなっていうふうに思いますかね。まあ、あの私こうやってね発信させていただいてるんでいろんなホテルね宿泊しますけども、まあ、もしね本当にニューヨークをもう子供と妻とねあの一緒に来て5日間ぐらい楽しむって次行く時にですねなった場合、やはりねセントレディス選びますかね。まあ朝食はねあちらもコンチネンタルブレックファーストということで、まあ簡易的な朝食ではあるんですけども、やはりね24時間バトラーサービスねでかいですね。はい、私はね結構旅先でね変な時間に起きてしまうんですよね。あの夜中だったり明け方だったりね、まあ、今回の滞在でもね4時とか3時とかに目覚めて、まあ、ちょっとねはあみたいな時にコーヒーが頼めるっていうのはねやっぱりいいですね。しかもこれが無料で利用できるっていうのはねやっぱり大きいかなっていうふうに思いましたかね。ということで、もしねあの3つのホテルのね宿泊レビューを見ていただいて、まあここがいいみたいなねこれが良かったみたいなのがねありましたら、ぜひねコメントいただければなと思います。ということで今回の動画ねここでね一旦区切らせていただいて、またね次の動画で続きね見ていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。